はい、OK、お疲れです、疲れたね、今日も忙しかったですね。あー、ほんまに忙しかったわ。もう明日も早いんで、パッと着替えて帰りますわ。あ、もう、はい、おいおい、ちょっと待て、ちょ、お前帰ってて俺一人やねん。いや、そりゃそうでしょ。いや、もう、じゃあ、さして。え、今日もすか。当たり前やんけ。じゃあもう、42歳、独身一人、寂しいね。いや、もう明日は早いんですよ。じゃあもういいやん。一緒に乗るよ。頼む。な、言うだ、お願い。お願い。あ、もう分かりましたよ。あ、いい、はい、あ、おっしゃおっしゃ。え、あれは見よう。知らんすよ。え、いや、だってもうお前一人やったらさ、もう幅ないやん。そうっすか。うん、僕じゃあもう着替えてるんで、勝手に誘ってきてください。あ、おっしゃ、オッケー。はい、寂しいもん。明日早いんで、今日は帰らせてください。いや、もうちょっと何なんそれ、察してよ。いや、昨日も遅かったんで。じゃ、もう昨日は昨日、今日は今日やん。いや、でも分かったな。美穂さ、今日クレーム出してたよ。あれどうする？俺まだ許してないけど。まあ、でも俺も鬼じゃないから、まあ今日も参加してくれんのやったら許してあげる。どうする？参加します。あっ、参加、参加、オッケー。じゃあ準備しよう。なっ、あっ、よしよし、ありがとう、ありがとう。もう仕事終わりのお酒で最高やな。な、これ店長入れてきました。ああ、ありがとう。やっぱただ酒うまいな、最高やな。こんなこと毎日して上にバレないんですか？あ、いや大丈夫に決まってるやん。だってうちあれやで、この店飲み放題あんねんで。そんなお客さんがどんだけ飲んだかなんか分からへんやんか。え、だから、もう好きなだけ飲んだらええねん。な、さすがに毎日殺してたら、バイトの僕でも気引けますよ。じゃあ、ほか、店長の俺が大丈夫やって言ってんねんから、大丈夫や、そんなもん。な、この店のお酒はもう、店長のもんやから。な、な、もう好きなだけ飲んだらええから、おい、みよ、何あくびしてんねん、おい。なあ、もう、もう、あれを、グラス開けろ。な、いや、もう私眠いんで。なんや、店長の酒飲まれんのか。なあ、知らんで。もうじゃあ次からクレームあったら俺助けんからな。あ、ほんでお前も全然飲んでんや。お前一気に飲めよ。おい、はよ。それで何で。はあ、いや、もうそれにしてもさ、もうこの視点にもさ、ちょっともう正直こう何でもやってくれるパシレルさ、平社員欲しいな。え、店長も平社員の時めちゃめちゃ走られてたんですか？じゃ、そんなん当たり前やんけよ。そのお前ね、その時の上司の店長にお前ボロカス言われてたで。なあ、でもう時代も時代やったからさ、暴力も当たり前。ほんでなんかもうセクハラとかもいっぱいあったしさ、なんかもう見てたらバイトの子とかもめっちゃかわいそうやと思う。じゃあもうさ、もう今こういう時代やんか。だから俺はセクハラだけは気をつけてね。な、そうなんですね。ヤシさんは店長っていう立場は今もう最高、給料もええしさ。ああ、いや、もうね、俺ねまだまだ上目指してるから、ほんまもうエリアマネージャーまでさ、もうあと一歩やし、ほんま。あ、てかさ、じゃあ今のあれね、板山エリアマネージャーおるやん。なあ、あいつちょっと向いてなくない？なあ、
全然やろ、なんかもう腹立つやん。なんかあいつの下でやってるのも嫌やしさ。だってさ、もうあいつがやってる仕事ってさ、なんか適当にさ、その辺のエリア回って店舗回ってさ、どまり散らしてるだけやで。しょうもない。もうあいつの下でやってるのもたまらんもん。もう腹立つ気持ちは今夜で。あんな、じゃあ正直ね、俺ね、あいつに負けてるのなんかね、ほんま、あれ身長だけ。だってもう能力も俺の方が高いし、顔も俺の方がええし、もうなんやったらあれや、身長もさ、なんか高すぎてキモないな。そうか。え、おい、痛い、メリーマネージャー、今ね、板山さんがね、かっこよくて身長が高くて仕事ができるっていう話を。流れ全部聞いてた。てか、これ何？あ、これ、ね、ちょうど、雄大が誕生日で、ね、お祝いしよう、言うて、ね、やってたとこで。酒代、ちゃんと全部払ってんだろうな。いやいや、当たり前じゃないですか。いや、もちろんですよ、そんな、こんな酒代飲んでたら、その、無銭飲食する、クソ野郎と一緒じゃないですか。もう、僕のポケットマネーが出してますから。ほんま、てか、高橋君どうしたん？全然楽しそうちゃうよな。え？お誕生日祝ってもらってんのに嬉しくないの？いや、な、嬉しいよな。嬉しくないです、楽しくないです、帰りたいです。え、なに？はい、楽しくないです。毎日毎日嫌です、これ。どういうこと？正直に言いますと、これ全部お店に払わずに飲んでます。しかも毎日毎日強要されて限界です。もう生活リズムやばいです。はい、そうです。はい、どういうこと？無銭飲食してるクソ野郎はお前のことやないか。お前よ、高橋君、高橋さん、ごめん、今日も帰っていいよ。うん、お疲れさん。いいんですか？あ、え、帰らせてもらいます。お疲れ様です。お疲れさん。うん、悪かったな。これ閉めちゃってください。お疲れ様です。はい、お疲れさん。今日も朝だよ、これマジで遊ぶか。私も今週寝る時やったんでめっちゃ助かりました。じゃあ僕もそろそろ帰るのかな。無理やろ。そうっすよね。さすがに知ってしまったからな。まあ、まあ俺も怒られることになるけど、本部に報告しよっから。ああ、それだけは。いや無理無理。なあ、覚悟しとけよ。どういう処分になるか知らんけど。お疲れ様です。どうされました？本部に報告した結果言いに来たんや。昨日な、お前俺お前のせいでむちゃくちゃ怒られてんぞ。マジです。はい、すいません。簡単に言うとお前は降格や。マジっすか？当たり前やろ。妥当な結果やろ。だから、今日からお前はただの平社員や。ああ、新しい店長見つかるまで店の責任者として俺が入ることになったから。ずっと知らん。お前な、俺ただでさえ他の業務忙しいねん。ふざけんな、クソ。
見よ、毎日入ってるから。そうなんですよ。おはようございます。おはようございます。え、どうしたんすか、いつもの店長の制服は。似合ってないっすよ、それ。なんか可愛いですね。何笑ってんねん、お前らのせいやぞ。え、いや、洗濯しようせただけでしょ。ちゃうわ。お、お前らが昨日チクったから、俺店長から平社員に降格なってん。どないしてくれんねん、おい。マジっすか。ほんでお前、この店舗はお前、店舗責任者おらん言うて、これからエリマネがこの店見る言うてんねんぞ。え、すいません店長。店長ちゃう。お疲れさん。こいつはもう今店長じゃありません。ただの平社員、小坂さんです。うん、店長っていうのは店舗責任者を指す名称やね。こいつは今ただのゴミだから、その呼び方はやめる。気をつけて。すいません、こんなことになると思ってなくて。まあ、すいません店長。小坂さん、小坂さん、あ、ちょっとみんな来てくれるか。はいはい。あ、まあ小坂の方から話あったと思うけど、この度、この私がここの店舗責任者として、働くことになりました。よろしくお願いします。うん、まあね、現場で働くのも久々やから、みんなにね、いろいろ力借りると思うけど、そこもよろしくお願いします。まあでもな、どれだけブランクがある言うても、まあこいつよりは店長らしくはできると思いますけども。なあ小坂。はい。てかさ、今までこいつは店長らしいことをやってた？いや、してないです。店長っていうのは何やな。店長っていうのはまず店の売り上げのことを第一に考える。この売り上げを伸ばすことに全力を尽くす。それはやってた？やってないです。あとバイトが嫌がるような仕事でも率先してやる。これが一番大事なこと。それはやってた？やってないです。考えられん。そら店長降格になっても当たり前やな。なあ小坂。そうですね。ああ、どうせお前のことやからな。権力だけ振りかざしてバイトに嫌な仕事ばっかりやらせてたんちゃうんかい。いや、それは、まあ、それにお前バイトの子にセクハラとかしへんやろな。いや、それはやってないです。ほんまか。みよちゃんどうや。そういうのはないですね。あ、ほなよかった。もしセクハラなんかしたら、今の会社の処分やったら2段階降格や。ということはお前が発覚したら即刻クビ。気をつけろ。はい、わかりました。あ、まあそういうことやから、これからよろしくね。はい、はい、うん。頑張りましょう店長。おい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 、ちょ店長ちゃうやん。あ、小坂。小坂さん。あ、違う小坂さんちゃう。小坂頑張ろうな。やっとくから。あ、よし、戻り、よし。ありがとうございます。おい、小坂。はい。あ、トイレにギャラあったらしいわ。お前掃除してこ。
お前しかおらんやろ、行け。俺ごとく持ってて。雄大くん、君料理の提供スピードめちゃくちゃ速いな。そうですか。いや、速い速い、素晴らしい。それに比べて小坂、お前は何年経っても遅いな。もっと成長せなあかんのちゃう。すいません、頼むで。おい、小坂！お前、いつになったらバイトのシフト作んの？な？お前がチンタラしてるからバイトの子予定入ってもんちゃうんかい？仕事が遅い！おい、シフト作らな予約も入れづらいやん。そんなんやから店長合格に言うんちゃう？やれ！おすすめ取ってきました。お、すごいな、みおちゃん。いや、おすすめは取れるし、愛さんも接客もええ、完璧やわ。ありがとうございます。それどうだ。よし、それに比べて、おい、小坂、おい、はい、お前はいつになったらおすすめ取ってくんねん。なあ、いつまでだったことないへん。おすすめしてる？できんのやったらバイトからやりますか。すいません、頼むぜ。雄大君、美桜ちゃん、ほんまにすごいわ。え？いや、こんなにすごい人材が揃っててさ、なんで今まで売り上げ上がれへんかったんやろ。そうや、責任者の腕がなかったんかな。エリアマネージャー、言い過ぎですね。まあでも、エリアマネージャーのおかげだったかもしれないですね。雄大君、言い過ぎやね。いや、でもさ、ほんまに二人すごいから社員なれへん。いや、おせ、もう大学今から辞めてすぐ社員になってもらっても大丈夫やから。いや、まあな、それぐらい俺は能力を買ってるわけよ。小坂なんかすぐ抜かせるで。マジすか。おう、ちょっと一回考えてみますわ。マジで、はい、頼む頼む、ありがとうな。期待してるで。いや、それにしてもほんまに二人今日はよう頑張った。誇らしいな。あ、よし、お疲れさん。どうした？お、美穂どうしたんや？メディアマネージャー、今日ずっとセクハラしてくるんです。え、あ、断るごとにぶつかってきたり、めちゃくちゃボディタッチも多くて、今も頭撫でられて、今日ずっと怖いです。ちょっと待って。これイケーションやん。え、いや、セクハラなのかな。絶対したかんって分かってるし、意識してるよ。あー、なんでセクハラ言うと何でもできへんやん。あんなんてひどいですよ。ちょっと、ゆうたくん、なんか言うたってよ。あれはやばいですよ。いやいや、違う、なこさか。何笑ってんねん。セクハラはダメっすよ。違う違う、だから違うって。本部に報告しますね。あかん、何してんねん。やめろ、絶対やめろよ。おい、じゃ、もうみんな見てる？はい。あ、見ての通り、私店長に戻りました。ですね、先日セクハラをした板山が本部に、報告した件なんですが、私がお店のお酒を勝手に飲んだという報告、ちょっと信憑性がないということで、私の合格はなくなりました。そしてですね、セクシャルハラスメントした板山はですね、なんと2段階合格となり、平社員になりまーす。はい、というわけで皆さん、今日も頑張っていきましょう。
セクハラ水山おい何や旅口どんな俺の店で二度とセクハラすんなよ俺はい、というわけで、今日も頑張っていきましょう。はい、エリアマネージャー、頑張りましょう。エリアマネージャーちゃん似た山や似た山さん似た山さんちゃん似た山や似た山、頑張るな絶対ダメこっちや邪魔や似た山もう言うな似た山頼むわはい。みたいな、こっち来て。